5日は福徳秀介さん40歳、祝40歳の誕生日ということなので、福徳さんの誕生日を一人でお祝いさせていただこうかなと思ってます。まあ、準備からねちょっと見てもらおうかなっていう感じなので、よかったら最後まで見てくれたら嬉しいです。じゃあ早速準備していきたいと思います。福徳さんの誕生日にあたり、私はこの100均でハッピーバースデーのメタリックバナーというものを買ってきました。よくまあこれ見るやつですね。アルミバルーンです。これは40ですね。40の数字のものを買ってきました。早速壁にね貼っていきたいと思います。それでもストローでふーって吹くらしいんですけど、どうやってやるんやろ。ちょっと空気抜けてみて、できた。4、次0もいきます。もういわゆる推し活ってやつですね。なんかこれスマホで撮ってるんで、ちょっと反転しちゃう可能性があるけど、え、いい感じです。はい、どんどんいきますね。完成しました。まあ、2つ差は許してください。まあ、ちょっと私にはこれが限界でした。まあ、こんな感じでゆうゆうではいいでしょうか。ここからはケーキを置いていきます。今からケーキをね、買ってきたケーキを出していきます。ちゃんとあのチョコレートにも文字書いてもらったんで、これはぜひみんなにも、あの、美味しそうなケーキだったんで見てもらいたいなと思います。じゃん、できました。あの、チョコレートを上に置いたらバランスが悪いのでってことなので、このようになってます。カメラで近づけて見てもらいたいなと思います。じゃーん、どうでしょうか。この福徳さんまみれ、福徳さんまみれではないけど、こんな感じで準備させていただきました。グッズでかすぎてケーキしょぼく見えちゃってますけど、まあ、こんな感じでねケーキもあるんで、早速食べていきたいなと思います。40しか残ってない。ちょっとまあどうにかして今からお祝いしたいと思います。気を取り直してケーキを食べていきたいと思います。まあ、当たり前なんですけど、これノートを、これノートなんですけどね、マスキングテープで貼って壁につけるっていう、もうめちゃくちゃ雑いやり方しちゃってたんで、まあ、ちょっと取れちゃったんでね、まあ、これはちょっと隣置きながら食べていきたいなと思います。ショートケーキです。これね、めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。まあ、ショートケーキ大体全部美味しいんで、ね、可愛くないですか、この福徳さんおめでとうのやつ。めっちゃ可愛い。早速食べていきますね。いただきたいと思います。皿持ちながら食べるのちょっとあれなんで、このままいただきます。うん、あー美味しい。もう安定のショートケーキの美味しさ。いやでもほんまに私半歴長いんですけどもういいですね、半歴長いんですけど、まあ、こうやってね福徳さんの誕生日を毎年お祝いできることは本当に素晴らしいことだなと思います。でもほんまにジャルジャルってめちゃめちゃ若いし、見た目がね40歳に見えないし、やっぱ40って信じられない
でもまだ40なんやって、逆にね、逆にまだ40やったんやっていうぐらい経歴も長いし、そんなジャルジャルを私はこれからも応援していきたいなと思います。11月からね、単独ライブ始まりますね。楽しみ。いや、福徳さん、ほんまに生まれてきてくれてありがとうございます。食べながら言うことじゃないけど、ほんまに生まれてきてくれてありがとうございますと、本当に心の底からね、まずいつも思ってますし、福徳さんはお父さんがね、高校生の時に亡くなりはったんで、お父さんのことがすごく大好きな人、本当に愛に溢れてて素敵な人だなと。本当にジャルジャルは、まあ、ネタとか見た目の爽やかさとかもそうですけど、やっぱ何よりもやっぱコンビ愛だったり人間性が素晴らしいので、やっぱそれがすごくいいなと私は思います。うん。しかもね、10月5日なんですけどね、誕生日、逆にしたら後藤やんっていう。で、福徳さん、ほんまに後藤さんのこと大好きなんですよ。なんか誰かが、後藤さんはジャルジャルが好きで、福徳さんは後藤さんが好きみたいな、っていうことを、誰かが、なんかツイッターか何かで見て、いや、ほんまに確かにそうやなと思って、すごいその人の分析めっちゃほんまに当たっとるって思って。美味しいです。ほんまに。ショートケーキ久しぶりに食べたかもしれない。10年後もね、50歳に見えへんっていう、ジャルジャルを私は祝いたいなと思いますし、60になって還暦になってもずっとコントし続けといてほしいなと思いますね。食べながら喋るめっちゃむずい。やっぱどっちかに集中しないと無理ですね。しかもサムネイル撮る前にケーキ食べちゃってることに今気づいて、せっかく準備したやつどうしようと、こんなんなっとるし、こんなんなって思ってるし、ラストチョコレート、これほんまにめちゃめちゃ可愛くて、でもいただきたいと思います。はい、ということで無事ケーキを食べ終えることができました。そう、ただケーキ食べてる動画になっちゃったらどうしようって今ちょっとめっちゃ不安になってきてるんですけど、40歳っていうのはどんな感じなんやろ。私もまだ未来の話なんですけど、素敵な40歳、40歳っていうか素敵な40代を迎えてほしいし、ジャルジャルにとっても素敵な20年目以上を、ね、迎えていってほしいなと思います。すみません、ちょっとなんか何したらいいかわからんくてこんな感じになっちゃいましたけど、福徳さん10月5日お誕生日本当におめでとうございます。これからも面白くてファンの人思いで、犬が大好きで、人見知りで、お父さんのことも大好きで、実は内面にすごい温かみを持ってるけど、なかなかそれが表面的に出てこない福徳さんが私は大好きです。これからも応援していきたいと思います。ということで、ここまで見てくれた方々ありがとうございます。よかったらコメント、いいね、そして福徳さんへの思いもよかったら、私の YouTube のコメントにやっても何の意味ないけど、よかったらぜひくださいね。はい、ということでありがとうございました。バイバーイ。